平野翔三3年ぶりバスサンドで天然炸裂。北海道の大自然でハプニング旅。帰れマンデー、平野翔北海道の絶景に大はしゃぎ。熊の顔しか光るハートサンドウィッチマンとアンタッチャブルもメロメロ。バスサンド。9月29日、人気グループ、ナンバーアンダーライン愛の平野翔が、テレビ朝日系の人気番組、帰れマンデー見っけたい。 10万円でできるかな合体3時間 SP に出演し、視聴者を魅了しました。この番組は、サンドウィッチマンとゲストが秘境路線バスに乗り込み、サイコロを振ってバス停を進みながら飲食店を探すという冒険的な企画、バスサンドで、多くの人々に愛されています。今回は、平野が3年ぶりにこの旅に参加し、北海道の大自然の中での冒険を楽しむ様子が放送されました。 平野の天然ボケが炸裂。早速のハプニング。旅の舞台は、津となる北海道の千歳市。日本屈指の透明度を誇る支笏湖を目指して、平野と山道一ウマン、そして大の仲良しであるアンタッチャブルが旅を始めました。冒険の始まりから、平野の天然ボケが炸裂。最初のバスに乗り込んだ際、山崎博成から降車ボタンを押すように頼まれた平野が見せた予想外の行動に、 周囲は早くも爆笑の渦に。さすが紫輝くんと周囲の芸人たちもメロメロです。最初のバス停で降り立った一同は、飲食店を探すために歩き始めますが、サンドウィッチマンとアンタッチャブルの要望で、平野はおっさんずに挟まれて歩くことに。道中、北海道ならではの風景が次々と現れ、伊達みきは、北海道クイズを出題。北海道の家にはなぜ煙突があると思う という問いかけに、平野はまたしても鎮海島を連発し、一同を大爆笑させました。かわいい天然キャラが光る。オッサンズの嫉妬と大爆笑。平野の天然ボケは、見の途中でも次々と炸裂。山崎と平野が二人で話し込んでいたとき、柴田が、独占しすぎでしょう、紫輝くんを、とジェラシーをあらわにする場面もあり、オッサンズ四人の間で笑いが絶えませんでした。 これらのシーンは、視聴者にとっても彼の愛されキャラクターを一層際立たせるものでした。北海道の広大なスケールでの挑戦。北海道の広大な自然は、ただの舞台以上の存在感を放ちました。飲食店を見つける道のりは長く、冒険の中でサンドウィッチマンの伊達は平野に様々な質問を投げかけ、老いたちやデビュー日は、ジャニーズ入所時の意外なエピソードまで引き出しました。このトークタイムは、 ファンにとって貴重な情報が満載で、平野の魅力を再発見する絶好の機会となりました。さらに、平野が前回に続いて、好きな食べ物ランキングを披露し、今回初めて、スイーツランキングも発表しました。彼の独特なランキング結果には、おっさんズも混乱する場面があり、笑いと驚きが絶えませんでした。過酷な自然との遭遇、北海道ならではのサプライズ。 今回の北海道の旅では、過去のバスサンドとは異なる過酷な自然環境との遭遇が見どころの一つでした。地元の方との聞き込みで、くまみませんでしたかと聞かれ、驚いた平野が思わず、ビビルシーンや、鹿に遭遇した瞬間など、北海道ならではのサプライズが続出しました。さらに、旅の後半には、壮大なスケールの森の中でバスが停車し、 ままるるで映画のような風景に一が圧倒されれ場面も描かれました。予期せぬハプニングと笑いの連続、果たしてゴールにたどり着けるのか。旅の終盤、疲れが見え始めた一同に訪れたのは、まさに北海道の厳しい自然そのもの。最後のバス停で待ち受けていたのは、ある大問題。山崎の、やっちまったなあ、という叫びが響き渡り、旅の締めくくりにふさわしい波乱の展開となりました。 この最後の問題にどう立ち向かうのか、そして5人が無事にゴールにたどり着けるのか、視聴者もハラハラしながら見守ったことでしょう。平野省の天然ボケと北海道の美しい風景、そしておっさんずとの絶妙な絡みが見どころとなった今回のバスサンド。この番組を通じて、平野の新たな魅力がさらに際立ち、多くのファンに愛される存在であることが再確認されました。彼の笑顔と予想外の行動は、 視聴者に元気と笑いを届け、これからの活躍にもますます期待が高まります。北海道での冒険が示すように、平野紫はその天然な魅力でこれからも多くの人々を楽しませ続けるでしょう。今回の「バスサンド」では、平野紫の天然キャラが何度も光り、その度に周囲の芸人たちや視聴者を和ませました。彼の行動や発言はいつも予想の斜め上を行き、驚きと笑いを提供してくれます。 彼のキャラクターは、ただ単に可愛らしいだけでなく、人を惹きつける不思議な魅力に満ちています。番組中で平野が見せたエピソードの数々は、彼の成長過程や今まであまり語られることのなかった側面を垣間見ることができる貴重な時間でした。彼が芸能界に入った理由や、最初の頃の挫折や努力、そして現在に至るまでの道のりは、多くのファンにとっても共感や感動を呼ぶものでしょう。 北海道の広大な風景を背景に、平野の素顔が一層引き立ちました。平野翔のような天然で愛されるキャラクターは、現代の視聴者が求める、自然体のアイドル像を体現しています。彼の魅力は、完璧さではなく、むしろその不完全さ、予想外な一面にあります。視聴者は、彼の純粋で無邪気な姿に自分自身を重ね、親近感を覚えるのです。現代社会において、 ストレスフルな日常から解放されるために、こうした、自然体のアイドルは、多くの人々にとって癒しの存在です。また、平野が芸人たちとの交流を通じて見せたお茶目な一面や、笑いを取ることに対しての自然な姿勢は、彼がただのアイドルにとどまらず、多彩なエンターテイナーであることを証明しています。彼の天然ボケは決して作り物ではなく、心からの表現であり、 それれが多くの人々に愛される理由となっています平野紫耀が出演するバラエティ番組は彼の魅力を存分に引き出す場であり彼のキャリアにおいても重要な転機となるでしょう。今後も彼がどのような新たな一面を見せてくれるのか多くの人々が楽しみにしています。また彼がバラエティ以外のジャンルでどのように活躍するのかにも注目が集まります。映画やドラマだけでなく 音楽活動でもその才能を発揮し続ける平野。彼の歌やダンスはもちろん、その一挙手一投足に至るまで、ファンは常に目を離せません。これからの活動で、彼がどのような形で私たちを驚かせてくれるのか、期待が膨らむばかりです。今回の「帰れマンデーミッケ隊」での北海道の旅は、平野章という存在の魅力を再確認する機会でした。彼の天然な一面が見せる笑いと癒しは、 視聴者にとって大きな喜びであり、彼の存在がこれからも人々に元気を届けることを証明しています。平野の無邪気さと愛らしさは、芸能界においても唯一無二の存在感を放ち続け、これからも多くの人々を楽しませることでしょう。彼がどこに行っても、誰と一緒にいても、自然に場を明るくするその魅力は、私たちにとって欠かせないエンターテインメントの一部です。平野翔の今後の活躍に期待しつつ、 これからも彼が見せてくれる新たな冒険とエピソードを心待ちにしたいと思います。